験を始めさせていただきます。藤井竜王名人は本日行われた第71期王座戦挑戦者決定戦で豊島将之九段に勝ち、永瀬拓矢王座への挑戦を決めております。それでは藤井竜王名人お入りください。王座戦主催の日経新聞様からご質問をお願いします。日経新聞の村上と申します。お疲れ様でした。まず感想戦を終えられてですね、改めて対局を振り返ってみて、今日の結果どのような結果だったでしょうか。はい、そうですね、ちょっと、仕掛けのあたりで失敗してしまって、そうです。そこからは基本的に苦しい局面の方が多かったかなというふうには思うんですけど、そうですね、そうですね、ちょっと終盤になってからは、そうです、かなり、お互い玉形が乱れて、ちょっと適切な判断ができない局面が多くて、そのあたりちょっとミスが出てしまったところはあったのかなというふうに、はい、思っています。今期の、王座戦のトーナメントを振り返って内容的にはいかがでしたか。2回戦の村田六段との一局、終盤ははっきり負けの局面でありましたし、本局もそうです、途中いくつかなっていうか、はっきり苦しい局面があったと思うので、そうですね、内容的にはそれほどこれまでと比べて良くなったとは言い難いところもあるかなというふうには思っているんですけど、ただそうです、全体として時間が来なくなってから勝負強く指すことができたのは少しこれまでより良かったかなというふうには、思っています。タイトル戦と並行しての、トーナメント戦でしたけれども、そのあたり体力的に大変だったり、あとはそれで時間の使い方としてこういろいろと課題があったりみたいなことはありますでしょうか。はい、そうですね、そうです、王座戦もテストロックの5時間という持ち時間で、そうですね、そうなんですけど、どうしても序盤で時間を使ってしまって、中終盤で残り時間がやっぱり切迫してしまうという展開がこれまでも多くあったので、そうですね、そのタイプ時間配分も課題なのかなというふうに感じています。またその王座戦の五番勝負始まるまでのどうすればよくできるか、考えたいと思います。王座戦の五番勝負は永瀬王座との、シリーズになりますけれども、普段から練習将棋を指してきた間柄だと思うんですけれども、改めてそこで意識するようなところはありますか。はい、そうです、永瀬王座には私が四段の頃から将棋を教えていただいていて、本当に自分を引き上げていただいた方だと、思っているので、今回その
まあ、タイトル戦の舞台で、まあ、対戦できるのはとても、まあ、楽しみに思っています。まあ、一方で、そうですね、やっぱり、なんというか、まあ、まあ、普段からやっぱりさせているので、まあ、手の内を、まあ、知られてしまっているというところもあるので、なんというか、まあ、今後、番勝負に向けて、さらに、まあ、工夫が必要なのかなというふうに、はい、感じています。永瀬どうだと、2022年の棋聖戦でタイトル戦を交えたと思いますけれども、なんか普段指すときと、まあ、タイトル戦で指すときと、なんかこう違った印象というのはありますでしょうか。はい。そうですね。そうです、まあ、昨年の棋聖戦では、そうです、まあ、永瀬王座の方から、やっぱりまあ序盤から、まあ、いろいろ工夫をここに出される展開がやっぱりまあそうですね多かったので、そうですね、まあ、今度はまあこちらからも何とか工夫を出していくようなシリーズにできればとは、はい、思っています。ありがとうございました。それでは他に、藤井竜王名人に質問のある方は挙手をお願いします。当てられた方は社名氏名を名乗ってからご質問をお願いします。新聞の佐藤です。よろしくお願いします。先ほどもあの質問にあったんですけれども、あの今回の、王座戦の挑戦者決定トーナメントの中で、村田六段との対局は、角道をゴールして銀を繰り出すという、まあ、あの村田システムと呼ばれる戦型を相手にされました。で、あの今日の対局も、豊島さんが角道に少し保留されて銀を繰り出すというような戦型だったと思います。そういう戦型について名人はどんなふうに、お感じになっておられますでしょうか。よろしくお願いします。あ、はい、そうですね、そうです、まあ、村田六段との一局も本局もやはり何というか、結構指されてみると、まあ、こちらがやっぱりどう対応するのが良いかやっぱりまあ難しいなと感じましたし、そうですね、やっぱりまあ有力な指し方なのかなというふうに思っています。そうですね、まあ、そういったその、まあ、定石をこう外れたやっぱり、まあ、展開にの時に、まあ、どう対応するかというのは、やっぱりまあ難しいところです。まあ、まだまだやっぱり、まあ、その点においてこう自分の、まあ、やっぱりまあ力が足りないのかなと、まあ、感じたところも、はい、ありました。関連でもう一つだけ、あの豊島九段との対局でしたけれども、豊島さん、王座戦の初戦では、三間飛車を指されたと、いうことで、本局もまあ振り飛車の可能性あるんじゃないかというふうに見ているファンの方もおられたようなんですけれども、そこら辺はどんなふうに、臨まれたんでしょうか。あ、はい、そうですね、まあ、基本的には、まあ、なんていうか、まあ、相飛車を、まあ、メインでこう想定はしていたんですけど、もちろん、まあ、駒振り飛車の指される可能性もあるのかなというふうには、はい、思っていました。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃるんですか。読売新聞の星野です。対局お疲れ様でした。永瀬王座との練習将棋についてお伺いしたいんですけれども、まあ、棋聖戦前回戦われた時には、まあ、一旦中断してというようなことがあったかと思うんですが、今回は藤井竜王がその決勝トーナメントに出た時点でまたそのような中断しているのか、今も続いていらっしゃるのか、そのあたりを教えてください。あ、はい、あ、
そうですね。まあ、そうですね、長瀬王座とは、まあ、先月まで、まあ、なんていうか、まあ、これまで通り、なんていうか、まあ、させていただいていたんですけど、そうですね、まあ、まあ、今回については、まあ、前回のその棋聖戦の時と、まあ、同様に、そうですね、恐らく、まあ、なんていうか、まあ、一旦、こう、まあ、休止して、またまあ、シリーズ後に、こうまあ、お願いするという形にできればなというふうには、はい、考えています。すみません、重ねてちょっと先ほど の質問の中でも重複する部分はあるかと思うんですが、まあ、ここまで引き上げていただいた方というような表現が使われてましたけれども、永瀬王座とこれまでずっと場を挟んできたことで、影響を受けた部分ですとか、こういうところが成長したというようなところがあれば教えていただきたいということと、最後にまあそういうお相手と、まあ、価値観八冠制覇という、まあ、非常に将棋界の中でも一番大きな注目を集める舞台で戦うことになったことについて、まあ、思いがあれば教えてください。あ、はい、そうです、やっぱり永瀬王座は、特にそのやっぱり、まあ、受けの技術ってやっぱり非常に、なんかまあ高いものを持たれているので、まあ、そうです、まあ、それ、まあ、練習将棋をさせていただく中で、なんかまあその点、まあ、少しまあ吸収できたところもあったかなというふうに思いますし、また、そうです、まあ、なんかまあこう練習将棋であっても、なんか本当に、まあ、1球ごとにこう作戦をやっぱりまあ考えて、なんか来られて、本当に、まあ、公式戦とも、まあ、同じようにやっぱりこう支えている。という姿勢、まあ、なんていうかを間近に感じられたこともすごく、まあ、自分にとってプラスだったかなというふうに、まあ、感じています。そうですね、まあ、そうですね、八冠がかかるということを、まあ、自体をまあそれほど意識するわけではありませんけど、まあ、その、まあ、昨年の棋聖戦の時は、まあ、こちらがの、まあ、防衛戦でという形だったので、まあ、今回は、そうです、まあ、こちらが、まあ、挑戦者としてこれ、まあ、対戦できるというのは、まあ、楽しみですし、そうですね、まあ、なんていうかこう、まあ、全力を尽くしてやっぱり、まあ、いいシリーズにできればという気持ちが、はい、強いです。次で最後の質問にさせていただきます。どなたかいらっしゃいますでしょうか。東京新聞の樋口と申します。先ほどちょっと今日の対局について、苦しい、はっきり苦しい局面があるというお話がありました。まあ、先ほど終局後のコメントでも八冠に挑戦するのは貴重な機会という話がありましたが、そういう苦しいなという時に、その今日の対局の途中でもその負けたらとか、八冠のことが頭にちらついたりとか、そういうことは、一切なかったんでしょうか。あ、はい、そうですね、ただ、まあ、そして本局、まあ、終盤は、まあ、ずっと、まあ、時間がない中で来させて行ったので、そうですね、なんというか、まあ、ずっとなんていうか、まあ、余裕のない状況で、あまり、まあ、そういったことをこうなんていうか、まあ、意識するってこともなかったんですけど、ただ、そうですね、そうですね、終盤は、まあ、ずっとなんか、まあ、局面のこう急所をやっぱり、まあ、掴めないままこうさせていた感じがあるので、そうですね、まあ、その点がなんか、まあ、課題が残ったかなというふうには思っているんですけど、まあ、ただ、そうですね、まあ、全体として、まあ、集中して指すことは
できたのかなというふうには思っています。ちなみにですね、以前、ちょっと言い回しは違うかもしれませんが、互角のまま終盤戦に突入して、そのまま均衡が保ったまま難解な終盤戦が続いていく将棋というのが、一つの理想であるというようなことを藤井七冠はおっしゃったと思うんですが、今日の対局についてはそういうちょっと足して終わってすぐですが、手応えだったりそういう充実した将棋というふうな実感はおありなんでしょうか。そうですね、本当にただちょっと仕掛け周辺で、ミスをしてしまったと思うので、その点は少し、残念なところもあるんですけど、ただそうです、終盤やっぱり非常に難しい局面が多くて、そうです、もちろんミスもありましたけど、そういう難しい局面を考えることができたという点では充実感のある勝利だったかなというふうには、思っています。ありがとうございました。それでは以上で質疑応答を終了させていただきます。最後に写真撮影にご協力をお願いいたします。